電子書籍出版は実は誰でもできます。はい、こんにちは、八野です。この動画ではネットビジネスについて簡単に、そしてポイントとなるところについてはちょっとだけ詳しく解説していきます。ネットビジネスとはインターネットとパソコン、スマホがあればできるビジネスのことを言います。その中でも今回はいわゆるネットビジネスとして連想するものですね。こちらになると思うんですけれども、アフィリエイト、転売、情報商材販売、YouTube、クラウドソーシング、ポイントサイト、電子書籍、MLM ビジネス。これらについて一つずつですね、解説していきます。今回は電子書籍について解説します。はい、で電子書籍ですけれども、まあね、情報を書籍化するということです。で、すでにね、製本出版されたものを電子書籍化しているものもありますし、あとはね、電子書籍のみで出版されたもの、ね、この2種類があると思いますけれども、今回ね、お話しするのは、まあ、電子書籍のみで出版する方ですね。こちらの方が、簡単ですので、はい。で、情報なんですけれども、情報って何っていうところでね、やっぱりなんか書籍っていうとちょっとね、難しく感じてしまうんですけれども、情報としてね、こう、捉えると、そんなに難しいことではないんですよね。まあ、知識とかね、ノウハウとか、何かのこう解説とか、あとは体験談とか成功事例ですね。まあ、こういったものがね、普通のね、製本としても書籍化されてますけれども、同じですよね。電子書籍も同じようにこういったね、普通に製本で出版されているものと同じ内容を、まあ、電子書籍として出版することができますというのと、あと、まあ、これも同じなんですけど、ブログ記事ですね。ブログの記事を出版することができますと。まあ、できますというか、まあ、やってるんですけれども、なかなかね、その芸能人とかだとブログ記事を出版しても売れるんですけれども、なかなかね、普通の一般庶民の人のブログ記事を、まあ、書籍にしても売れないっていうね、ことになると思うんですけれども、まあ、本だとね、やっぱりこうコストがね、どうしてもこう形にするまでのコストがかかるんですけれども、電子書籍であれば、本当にテキストデータ、ね、なので、コストがほとんどかからない。まあね、もう限りなくゼロに近いコストで、書籍としてね、出版できるので、そういう意味ではこう、ブログ記事とかを出版しやすいという意味では、電子書籍やりやすいのかなと思います。はい、でね、出版媒体との違いなんですけれども、まあね、製本と電子データで、まあ、違いというかね、双方、利点はあるので、メリットね、どっちを優先するかということだと思うんですよね。で、製本はやっぱりね、紙でね、手に取って、実物としてね、こう、持った感覚とか、あとやっぱりね、読みやすいですよね。うん、電子書籍だとどうしてもね、タブレットとかパソコンとかで読むので、うん、結構目が疲れたりとかね、すると思うんで、はい。で、あとはやっぱりね、製本にした場合っていうのはやっぱ権威性が出ますよと。本を出版してますよと、紙の本を出版してますよというだけで、かなりやっぱりね、ある程度その、ね、専門性を持った人とか、何かのこう実績、高い実績、成果を上げた人とか、やはりそういう印象があるので、製本を出版するというと、それなりのその権威性を示せるということですね。まあね、電子書籍でもある程度の権威性はあるんですけど、やっぱりね、本を書いてる人、紙の本を出版した人からすると、電子書籍っていうのはこう軽く見られるというか、まあでもね、ただその一般の人からすると、電子書籍だろうが、製本の書籍だろうが、もうね、出版してるっていう時点でなんかこうすごいなと思われるので、うん、まあ、そういう意味では、どちらも権威性は高いんですけど、やはり製本の方がよりね、権威性が高いと、箔が高いということになりますね。はい。で、電子データ一方ですね、やっぱね、持ち運び容易ですよね。本当に今、スマホとかでもね、ダウンロードして読めるので、何冊でも持ち運べるということで、私もね、本当にスマホで結構読むことも多いです。はい。
で、電子データなので、修正が簡単なんでしょうね。製本だとどうしてもね、誤字脱字があると、もう改訂しなきゃいけないんですけれども、改訂改版しなきゃいけないんですけれども、電子データの場合は、本当に、あ、ちょっとここ間違ってるとこ見つけたと思ったら、本当に直してすぐこうね、アップデートすれば、修正ができちゃった。できてしまうので、ここもかなりね、やりやすい、参入しやすいところかなと思います。はい。で、参入用意ということでね、まあ、本に比べるとね、本当にパソコン、ね、インターネットとパソコンがあれば、できちゃ、出版できちゃうので、本当に誰でもね、参入できてしまうというのと、まあ、先ほども申しましたけれども、修正が簡単なので、ね、なんていうんですかね、うん、そういう、やっぱ、結構間違ったりとか、後でこう直したいっていう時にね、直せないっていうところが、やっぱりこう、どうしてもね、大変なんですけれども、そういう意味では電子データである限りは、もういつでも、ね、修正ができるっていうのはかなりの、利点かなと思います。はい。あとはね、やっぱ鮮度が高いですね。やっぱり出版ってなると、こう原稿書いてから、結構ね、まあ企画から始まってこう原稿書いて、で、ね、いろいろこうチェックしたりとか、ね、いろいろこう印刷工程とか経て、ね、書店に並んで、お客さんの手に届くまで、やっぱりね、最低どんなに短くても2、3ヶ月はかかるんですけれども、電子データであれば、もう本当に書いても書き上げたらすぐ出版できるというところでね、鮮度の高さっていうところも電子書籍の魅力かなと思います。はい。で、やっぱりね、一番の魅力はこれですよね。個人で出版できるというところが、ね、電子書籍最大の魅力ではないかと思います。はい。で、私もですね、過去ですね、3つほど、電子書籍出版させていただいています。はい。ね。で、まあ、仮想通貨に、ね、関する書籍と、まあ、いわゆる、警告本と、言われてます。はい。あとはね、副業の裏本ということでね、ちょっとこう、袋閉じをイメージして、ね、袋閉じのこう、輪ゴムをイメージして、表紙を作っていただいたんですけれども、はい。こちらはね、副業に関する、こう、こんな副業があるよっていうことを、書いてます。ノウハウというよりはね、これだけこう、副業の種類たくさんあるので、その中から一つね、選んで、やってみてはいかがですかというような内容です。で、あともう一つはですね、その、まあ、イニシアティブ Q っていうね、ちょっとね、怪しい、こう、なんですかね、ネットワークのなんか、仮想通貨でもないし、みたいな、ね、ちょっとそういう、ものが、一時期流行ったことがありまして、その解説してる本がなかったのでね、私がちょっと解説してみましたということで、で、どちらかというとね、その、何ですかね、結構そのパソコンのそのインターネットのあのクッキーという技術をね使ってこういろいろ情報を集めてるというところで、その情報弱者に対して警笛を鳴らすっていう意味でね、こう詐欺を見抜く指南書って書いてありますけど、ちょっとね詐欺に注意しましょうと。まあ私一番最初に出した本がその詐欺にあって、まあね、大金を失ったけど、その後大金を得たっていう本なので、もうちょっとね、詐欺に関するテーマが2つですね。はい。ということで、出版させていただいてますと。で、おかげさまでですね、その、Amazon のそのベストセラー1っていうのもね、獲得させていただきました。で、特にですね、その、まあ、新着部門で1位を取るっていうのは、ね、比較的、こう、簡単なんですけど、売れ筋部門とかね、で、1位を取るっていうのが結構こう、ね、ちゃんとやらないと取れないんですけども、おかげさまでね、結構、24部門とかね、11部門とか、取れてますので、はい、そこは本当にありがたいですね。はい。で、まあ、こういうね、電子書籍を出版するっていうと、なんかすごいっていうイメージを皆さんお持ちになるかと思うんですけども、全然すごくなくてですね、実はもう本当に誰でもできるんですよね。うん。やってることって本当にただね、文章を書いて、それを電子書籍っていう形、パッケージにして、こう、提供してるっていうだけなので、ね、ブログで提供すればブログだし、ね、
ホームページ作って提供すればね、ウェブサイトになりますし、うん。で、PDF にすればなんかレポートだとか、ね、いう形になりますし、で、まあそれをね、だから書籍っていうね、形、電子書籍っていう、こう、箱に入れただけなので、難しいことはないんですけれども、やっぱりね、どうしてもこう、皆さんの中にはやっぱり、こう一つ壁があるのかなと思います。はい。ね、サラリーマンの私でも、ね、出版できます。はい。なのでね、副業に最適なのじゃないかなと、私はね、思いますけれども、まあ、なかなかやっぱり出版するっていうこと自体、どうしてもこう、なんか、ハードルがね、高そうなイメージがあるので、ぜひともね、そこは本当に、ブロックを外していただくしかないんですけれども、はい。でね、電子書籍ですけど、大手のね、ブログにはですね、電子書籍の機能があらかじめついてますので、私もね、電子書籍にするときに、一回その、こちらはライブドアのブログなんですけども、ライブドアのブログに、コピペして、それをこのね、EPUB 機能っていう、EPUB 書き出し機能っていうのがあるので、こちらを使って電子書籍化しています。はい。ね、なのでね、ブログを書いてる人なんて本当にね、ブログを書いていて、こう記事がある程度溜まったらそれを電子書籍にしていくっていうのもね、一つのやり方かなと思います。で、実際こうやって稼いでる人もいますので、はい。でね、まあ結局情報なんだね、同じ内容で情報商材として提供してもいいし、電子書籍として提供してもいいしというね、やり方、まあ、どちらを選んでもいいですよと。で、ただですね、ちょっと利益が変わってきますと。ね、Amazon の電子書籍、Kindle の場合はですね、利益の 70% が出版社に入りますけれども、例えばね、ノートっていうものを使うと 85% がね、出版社の利益になるので、まあ、ここのね、利益の違いですね。利益を追い求めるんであれば、やっぱりノートの方がいいですけれども、プラスアルファですね、やっぱり電子書籍というね、この、ね、やっぱノートを出してますっていうと、どうしてもこう、なんていうんですかね、本当にノートっていうね、レポートみたいな、そういったイメージがあるんですけど、電子書籍っていうと、やっぱね、本、ね、書籍ということで、本ということでね、ある程度そこの、こうなんていうんですかね、権威性とか、ちょっとこう、ノートよりはこう、一段上かなと。ただね、内容は全く一緒なんですよ。内容は全く一緒ですけれども、どういうこう、パッケージにするかです。ね、ノートっていうパッケージにするか、電子書籍っていうパッケージにするかで、こうね、価値が変わってきますということになります。で、電子書籍はね、資産型のビジネスですよね。もう、印税収入ということで、一度作ってしまえば、あとはね、もう本当に、こう、いつまでも、ね、その書籍が買われれば、印税として入ってきますということですね。で、あとはですね、電子書籍を出しているっていう、やっぱ実績ですね。やっぱ本を出しているっていう、なんかその実績が、やっぱりこう、強いですね。はい。でですね、電子書籍なんですけれども、大手の出版社が参入しにくいというところ、ここがですね、結構、ポイントかなと、個人的には思っています。はい。ね。なので、大手が入ってこないで、本当に個人がね、有利な市場、これなかなかないですよね。どんな、ビジネスの市場でも、大体ね、大手の方がやっぱり、ね、資金力とか、人材力とかあるので、結構やっぱり大手が、儲かる仕組みを、大手が儲かる市場が多いんですけれども、その中でもね、やっぱり電子書籍は本当に個人に有利な市場かなと思います。はい。でね、まだまだブルーオーシャンだと私は思っています。ね。でね、本当にね、こう、これまで説明したように簡単なんですけれども、意外と皆さんやらないんですよ。やっぱ出版っていうその言葉のね、ハードルが高いのかなと思いますけれども、やっぱりね、難しいっていう、そのイメージと、あとはね、やっぱ、私ごときがね、出版、本を出していいのみたいな、やっぱそういうブロック、メンタルブロックがやっぱ皆さんあるかと思うんですけれども、本当にやってみるとすごくね、簡単だし、私でもできた、ね、本当にサラリーマンの私でもできてるので、誰でも本当にできるんですけれども、なかなかこのブロックがね、外れないと。
はい、いうことでね、もしご興味があればですけれども、ぜひですね、電子書籍やっていただきたいと思いますんでね、もしやりたいんだけど、ちょっとなかなかどうやったらいいかわからないとか、そのブロックがあるとか、こういう書籍を出してもなんか売れるのかなみたいな、そういった不安がある方はですね、ぜひですね、私の LINE アットの方からね、相談していただければ、私もね、いろいろノウハウがありますので、はい、ご紹介できると思います。はい。今回も動画をご視聴いただきありがとうございました。このチャンネルではお得な情報や役に立つ情報をお届けしていますので、ぜひチャンネル登録をお願いします。ご質問やリクエストがあれば LINE アットからお願いします。